ね、あの炊き出しのご飯を装う作業をやらせてもらったんですけど、あの刑務所時代配食をやってただけあってね、グラム確実でしたね。あのお金はこれね、事務所さんに来て、はい、伸びたんですけど、そこでやばいなと思った方がいらっしゃって、でたくさんの物資が届いてます。あのルミチャンネル、あの西と東の兄弟チャンネルになるんで、よろしくお願いします。兄弟チャンネルです。よろしくお願いします。ありがとうございます。あ、ほんま万年です。よろしくお願いします。あと50個いか50個ほら配られるって感じなんですよね。はい、あ、もう全然撮影してください。はい、いつもこんなんですか、毎週。いや、でも今日は一応、はい、月の終わりは来週多分、はい、お金入るんですよ、みんな。はいはいはい、はい、だから一番今日が多いですよ。230万、うわ、230万、はい、いつもでも大体352万円ぐらいまではやってます。段取りして、これ後ろ持ってたもん、これも出てるんですよ。ちょっと撮影させてもらいます。はい、待って待って、はい、今日は女子刑務所で、女子刑務所です。配食されてたの。そうです。前から大谷、うん、2人とも仲良くパチパチしてたんで、あのグラムきっちりいくタイプなんで大丈夫です。あのさっき言ってたの、はい、よかったらって経験してみてくださいですから、はい、あのなんか昔思い出すみたいな経験済みです。経験済みなんで、あのグラムバッチリいくな。今千代さんみたいな、ね、大きいよね。大丈夫ですよ。元々中で出会われたじゃないですかね。中ではないんです。何してたんですか。そうかな。手慣れてますね。配食係だった。なんか C かなと思ってました。 C 食、あの私たちは係だったんで A 食だったんですけど、今ちょっと C 食版、ちょっと待ってください。はい、C 食って何なんですか。 C 食、あのカロリーの方たちだったりとか、はい、作業を居室でやってる方たちが、はいはい、あのご飯の量が少ないんですよ。動いてないから。動いてないから。なんか僕はなんかそれこそ男性やったら180を超えたら持って言いますよね。うん、なんて言うか、180超えたら、180超えたら、あ、普通やから、うらやましいわ、あれ。ありがとうございます。はい、10分したら切りますんで。はい、10分で十分なんで。隣の人に囲まれて、お願いします。台の上乗っかってる。言うなよ、担当台ね。でね、あの今日はあのお誕生日の次の日ということで、あの川崎にあの炊き出しのお手伝いと、あのゴミ拾いのボランティアに来てます。昼間ちょっと今日暑いんですけどね、頑張ります。でね、あのなんだろうな、ちょっと私大阪でのね炊き出しのお手伝いしかしたことないので、ちょっとね川崎のね炊き出しとはどんなものなのかっていうのをちょっと見させてもらいます。でね、あのまたそっち行ったらそっち行ったでね、ショート動画的なもの出せればいいなぁなんて思ってるんですけど、今日はねとにかく暑いんでね、もうびっくりするぐらい暑いんで、もう倒れちゃいそうなんですけど、でも、まあ、ちょっと頑張ってきます。じゃあ後でまた。